まずはカズキング選手お願いいたします。はい、どうもカズキングです。まずですね、吉木丸選手対カニ、選手の試合を楽しみにした皆様、その僕が今回ね、カニ選手出れなくなってしまったということで、今日ちょっとオファーを受けて、この試合を受けさせていただきました。まずオファーを受けて、をくださった、ブレイクダウン関係者の皆様、本当ありがとうございます。で、吉木丸選手、吉木丸君強すぎてみんな受けてくれなかったみたいですね。うん、で、まあ、実力僕強いと認めてますし、僕は逃げないで受けるんで、うん、まあね、僕なんで受けたかというと、僕は出たいっていうのもありますし、出たかったっていうのもありますし、吉村選手みたいなね、実力があって頑張ってこれからを、しょってく選手がここまで頑張ってきたのに試合なくなるのって、僕だったら、僕自身だったら耐えられないですし、いたたまれもないんで、僕みたいな40手前のおっさんが、お世話になったブレイキングダウンにできることって言ったら、この体を張って試合を成立させて盛り上げることだと思ってますんで、明日は大いに僕の体を使わせて盛り上げたいと思ってます。吉木丸選手よろしくお願いします。それでは吉木丸選手お願いいたします。ああ、どうも吉木丸です。今回受けてもらってありがとうございます。いや、自分相手が2点3点してなんかもういろんな選手声かけてもらったみたいなんですけど、まあ、体重とか日程とか、まあ、分からんけどいろいろがあって断られまくって、今日の昼12時こっちとりあえず東京向かってる時に決まって、まあ、とりあえず安心しました。まあ、前の KO 見てみんな KO を僕の期待してると思うんで、まあ、明日もいろんな空手の技出ると思うんで注目しておいてください。まあ、今回ほんま急遽受けてもらってありがとうございます。いや、どうなんですね。まあ、明日はみんな僕の蹴り見取ってください。お願いします。